ジョンソン・ハーグッドは、アメリカ合衆国の軍人、政治家。南北戦争では、アメリカ連合国の順庄として活躍し、戦後は1880年から1882年まで、サウスカロライナ州知事を務めた。1828年2月21日、ハーグッドは、サウスカロライナ州バーンウェールにおいて誕生した。ハーグッドは、 ジョージア州オーガスタのリッチモンドアカデミーで学び、1847年にサウスカロライナ州の士官学校シタデルを主席で卒業した。ハーグッドは判事の下で法律を学び、1850年に弁護士として認可を受けた。だが、ハーグッド弁護士業は開業せず、農場での暮らしを得り好んだ。1851年、ハーグッドは 軍務副局長に指名され、州民兵の管理を任された。ハーグッドはまた、バーンウェル軍における、証券管理官にも任ぜられた。1861年に南北戦争が開戦すると、ハーグッドは、志願兵として、アメリカ連合国に参加した。ハーグッドは、サウスカロライナ州第一連隊で大佐に委任された。後間もなく、順将に昇格した。 ハーグッドは、サムター溶剤の戦い、第一次ブルランの戦い、コールドハーバーの戦いに参加した。南北戦争終戦後、ハーグッドは、農場での生活を再開したが、レコンストラクションにおける、共和党急進派の悪性や汚職に行き通りを感じるようになった。ハーグッドは1876年の州知事選挙において、かつての連合国順賞。 ウェードハンプトンを積極的に支持し、選挙運動を盛り立てた。ハーグッドも、また民主党から、会計検査長官の候補として、立候補し、当選を果たした。1880年、ハーグッドは、州民主党において、州知事候補に擁立され、州知事選挙に立候補した。ハーグッドは、大差で勝利を収め、知事職を一気務めた。1882年、 ハーグッドは、下出る士官学校で職員となり、南北戦争以降停止されていた、教育業務の再開に携わった。1898年1月4日、ハーグッドは、サウスカロライナ州バーンウェルにおいて死去した。ハーグッドの遺体は、バーンウェル市内の、聖公会墓地に埋葬された。ありがとうございます。